こんにちは、ねるチャンネルです。今日は前回の動画に引き続き、ボクポケの解説動画を撮っていこうと思います。内容なんですが、練習で上げるステータスの振り方なんかについての質問が多かったので、その辺を説明していこうと思います。私も最初の頃はこの辺がよくわからなくて、キャラクターの、まあ、パワー、ミート、総力、守備あるんですけど、これをバランスよく振ってみたり、まあ、パワーだけ強化して、パワーバッターを作ってみたりと、かなり迷走していました。ステータスの上げ方のコツは前回の動画でも少し説明したんですが、道具についているノーマルスキルの発動条件に合わせてやるといいと思っています。レベル1を発動したいなら25、レベル2なら28、レベル3なら38、レベル4なら48という具合にスキルレベルが上がるにつれて、求められるステータスも高くなり、道具によっては複数のステータスを、の項目を発動条件にしているものもあります。ちなみにですね、まあ、今ちょっとキャラ変えてるんですけど、私の持っている道具だと、まあ、2つ発動条件がついてるのは、この、このチェーンバットってやつですね。ノーマルスキルがメイクミラクルなんですけど、こんな感じで、パワーとミートが38ずつっていうのが、発動条件に今なっています。ちなみに今レベル3になっているので38なんですけど、これがレベル4になっていくと68まで上げないといけなくなります。私が最初に育てたキャラは投手だったんですが、よくよく考えずに育ててしまい、カンスト時にコントロールが65でした。その後頑張って道具を集めてノーマルスキルをレベル4まで上げて装備した時に、なんと事件は起きました。満足げに装備画面を見ていると発動条件のところに、申し訳なさそうな紫色で能力不足と書かれてました。今この画面でもね、キャラ今変えてるので、全然、パワーとミートも何も上げてない状態なんですが、それだとやっぱりこう、こんな感じでね、紫色で能力不足って出てるんですけど、こんな感じでした。もうほんとね、何これって感じでショック受けましたが、なんとかなるだろうと思って解決方法を考えてました。でもですね、最終的にはビギナーにいる限りは、キャラを一から育て直すしか、方法はないという結論になりました。苦労して育てたことを思うとかなり切なくなりましたが、まあ仕方ありませんでした。こういう苦い経験をねして、私はステータスを上げる前に使いたい道具についているスキルの発動条件に合わせて練習するようになりました。今ねキャラ変えてるんですけど、普段使ってるキャラがこの子ですね。さやかちゃんなんですが、これはイベントで、前回のイベントかな?グッズを集めて、なんとかさやかちゃんゲットすることができました。さやかちゃんは今、保守用で育てたので、保守のリードスキルであるレベル6を使えるように、守備力を発動条件の102に、残りのステータスはパワーミート系のスキルもレベル4まで使えるようにして、両方とも68以上に、しようと思って育てました。ビギナーではステータスの合計が271でカンストしてしまうので、最初から最終的な完成値を考えておくといいですね。まあ、とはいっても始めたばかりの方にはね、どのスキルに発動条件がついているかわからないと思いますので、投手なら守備以外を、68以上、これはスキルレベル4ですね。を使えるようにしたら使いやすいかなと思います。野手ならバットの発動条件が、パワーとミートに多いので最低でもレベル4が発動できるように、パワーとミートを68以上にできればしておくといいかなと思います。で、捕手にしたい方は、私がしているように守備を102にすると、まあ、捕手はかなり重要なポジションになってくるものでもあるので、レベル6が発動する102まで上げておいた方が後々チームの勝利につながるかなと思います。
実は最初に選ぶキャラにも、すごく重要な点がありまして、各キャラの、まあ、今ビギナーリーグでやってるんですが、ビギナーリーグでのステータスの条件について説明していきたいと思います。皆さんも経験があると思うんですが、同じ項目のステータスをずっと上げていると途中で、上下に引っかかってしまって、それ以上そのステータスを上げることができなくなってしまうことがあります。これは各キャラのそのランクによってステータスの上限が決まっているために起こるんですが、ランクが上がると上限も増えていきます。キャラには得意項目と不得意項目があり、得意な項目ほど上限が高くなっています。ちょっと私がこれ作ったんですが、ちなみにこの元気印くんっていうやつですね、初期のステータスがパワーが21、ミートが37、総力が21、守備が21になっています。ミートの方が他の項目より高くなっていますよね。そしてランクが25になった時の上限値なんですが、パワーが86、ミートが151、総力が86、守備が86になっています。ビギナーリーグで、元気印くんはミート系のスキル以外はノーマルスキルレベル4までしか扱えないということになります。これはノーマルスキルレベル5の発動条件が92の、ステータスが必要なのに対して、元気印くんのビギナーの完走時のステータスの上限が、ミート以外ですね、パワーは86、走力も86、守備も86になっていますので、92まで到達しないということが理由になります。ちなみに初期キャラ以外でイベントで入手できるキャラは、私がこの今使っているさやかちゃんみたいですね。上限も高くなっていますので、各項目の上限は、カンスト時すごい高いんですけど、ステータスの合計値は初期キャラと同じ271ですので、まあ、271をどう振り分けるかっていうのが重要になってきます。新キャラなんかもね、頻繁にイベントでゲットするチャンスがありますので、気になったキャラがいたりしたらぜひゲットしてみてください。このゲームのイベントは割と簡単というか、始めたばかりの方でも普段の野球と同じで地道にコツコツ努力すれば結果がついてくるので、まあ長くやってる方の方が有利なんじゃないかと思われがちですが、まあ結構平等に作られてるゲームではないかなと私は思っていますので、一緒に頑張って、新キャラなんかもゲットしましょう。まだね、いろいろ説明したいこととかたくさんあるんですけど、まあちょっとね、一つの動画じゃ説明しきらないので、今日はこの辺で終わりたいと思います。一番重要のね、捨て上げなんかで分かりにくい部分もたくさんあると思うんですが、これでステータスの上げ方のポイントについての解説を終わりたいと思います。質問等あれば、コメント欄やブログのコメント欄、またツイッターなどもやってますので、その辺からコメントの方よろしくお願いします。あとブログの方の、さっき言った、キャラ別のステータスの上限値の表は、概要欄にリンクを貼ってますので、そちらから覗いてみてください。以上、ねるチャンネルでした。